た手の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布は。いや今日何人来てるかわからないけど、俺が残りきる5本指でライバルたちをごぼう抜き、いや俺が一方的に抜くだけで抜かれることはいらない、ライカマスターベーション。はい、それでは1人目の方どうぞ。将来の夢が歌手になりたいというのがずっと小学校の時からあって。もしいつかどこかで会えたら、今日のことも笑ってくれるかな。声も顔も不器用なとこも嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい。時間が経てばきっと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 色褪せぬ。この企画を最初に聞いた時点でも参加させてくださいっていうのは、もう言ってて、はい、やっぱり東京に来た理由も本当は音楽で歌手になるというのが目的で来て、歌を歌うことに関してはやっぱり人より多分意気込みが違うと思いますので、ぜひ歌わせていただけたら何でもしますので。わかりました、ありがとうございます。じゃあ先行お待ちください、はい、ありがとうございます。ちょっと運営陣のこの企みを感じるのが、すごいこうちゃんとして歌が上手いと最初に置いて、前回と逆のパターンを持っていこうとしてるんですよね。自分の PR ポイントなんかありますか？その特にない。歌踊りは経験ないんですけど、歌えって言われたら歌います。さっきの人と同じだ、うん、やれって言われたらやるよ。君を守るためそのために生まれてきたんだ、うん、以上です。はい、びっくりしましたもん。だって前回はこのオーディション用紙すら準備できてなくて。そうでしたね。前回と違って、はい、みんなちゃんと書いてるから読む字が多いんですよ。はい、準備できたらお願いします。もうちょっと前に、はい、お願いします。ダンスハマりすぎちゃって毎日ダンスしてたっていう。できで言うとがっつりやってたの3年より練習してきましたね。ちょっとだけ。PV を撮るなり、結局ダンスというのは大事にしてくるので、はい、そこのリーダー引っ張っていく人になったらいいなと思ってます。はい、うん、十分なれると思います。はい、あれ、テコマさん結構それもう合格しましたよって言っちゃってるような。暑い。体感は何点ですか？体感数が120点ですね。前回は何でですか？いや、なんか意外と前回はそんな手応えなかったんですけど、今回はなんか終わった後になんか、まあ、ほぼ合格ですみたいな感じのことを言われたんで、うん、そうなんですか。まあ、まだ分かんないですけど。なるほど。売れてる子たちってやっぱ、まあ、見た目だったり何かしらの武器を持ってるんですけど、まあ、前回って売れてる人の中でもやる気がない人も全然いたわけじゃないですか。今回は売れてる人の中でもやっぱみんながやりたいっていう願望があるので、まあ、それってやっぱ強いですね。で
めまして、プラチナ本店の契約と申します。ホスト歴は9ヶ月です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に心の底からマジで絶対巻いてくれたよやっぱ売れてない人は我慢とか裏切りとかがめっちゃ多くて、君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも、心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかフラッと現れてくれ、何気ない毎日を君色に染めておくれよ。ありがとうございます。はい、わかりました。ありがとうございます。準備してきたんですね、うん、はい、わかりました。もう一ついいですか、うん、全然いいですよ。僕営業中にシャンパンコールっていうのがあって、うん、それでマイクをメインで持たせてもらって、はいはい、それも披露させてもらっても、あ、もちろんです。はい、それじゃあリーマン、あ、スケットは来てるんだよしわ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 、本日ブレイブブのために第2回オーディションさせてもらったということで、こちらケイクとユーロがシャンパンコールを披露させていただきました。以上ですありがとうございます。確かに歩きがすごい感じそうです ね, ですよね、うん、本当に入りたいんだなっていう、すごい難しいとこなんですよね。本当にやりたいとか合格する場合もあるし、でもそこでやっぱそこまで思ってない人が合格する場合もあるので、なるほど、まあ、それが人生ですかね踊りながら歌うって感じなんですけど、おー、いいんですよ。はい、はい、お願いします。お願いしますHello, hello, a Merry Christmas、 今がいいチャンス、一年中の愛を込めて告白するよ。Hello, hello, 君も同じ波をつかまえて滑り落ちて笑い合おうよ。シャベみたいなビューティフォーナイン。70億にただ一つの奇跡みたいな愛しい人、もしも遠く離れメッセージも届かない、そんな日でも動き出したメロディー、ララララララルソー。僕がこの世に生まれたこの奇跡は、僕が君と出会えたこの景色が、母の声が聞こえそうで、愛の体は言葉足らず不無意不再奥、腹開いた今お言葉の時が語れるものか。今は別々の道だけど、僕は全てを受け止める。手を取ることはできずとも、私はあなたを好いている。雪が嫌いと笑うのは君だい。お前にはこんなにも愛してる。今回ってやっぱ前回より全然いいですね。やる気もそうだし、あと人材的な面でも全然いいと思います、うん。
くらいのタイミングでロマネコが来たらいいんですけど。ああ、ちょっと見たいですね。欲しがってる、欲しがっちゃいますよね。For the sun of the star, we're the most beautiful star. We're the most. 好きなんですよロマネ君。やっぱ気になっちゃいますね。お、ケイティ。踊りながら前回は行ってきた、はい、あキレてます、はい、お願いします。もうあのロマネ君とケイティ君は完全に覚えてます。ぶっちゃけあの空気のがよくあれやりましたね。自己紹介お願いします。はい、はい、クラブプラチナから来ましたケイティです。パーティー、はい、ありがとうございます。いやもうできないっすよ今日は。真剣なんで僕、はい、そうっすよね。今日はさすがにできないっすよ。 笑いなしですよ。そうっすよね。さすがに今日はケイティさんさすがにないっすよ。さすがにやめてくださいね、変な振りとか。僕本当に今日は真剣に、ね、アイドルになった自分を想像して。そうっすよね、はい、前回ちょっとたまたま反響があったって感じでしたけど。ちなみにどういう反響があったんですか。でもあれ見て来ましたっていう女の子はもう 2,30 人ぐらいは来ましたで、マジっす。動画アップされて3時間後ぐらいに会ったことない女の子が指名できたんですよ。30分ぐらいで帰ったんですけど20万ぐらい使ってくれたんですよ。あれ見て、あのこれ見てっつって、どんなセンスだよお前っつって、はい、言ってありましたよ。はい、次の方準備できたらお願いします。はい。はい、T 字のとこでお泊まり。パーティーの T ですか。はい、T ですか。パーティーのです。まあ、すいません、前回ありがとうございました。またお会いできて光栄だったんです。はい、すいません、よろしくお願いします。今回、はい、ちょっと本当に真剣にやらせていただこうかなって。はい、入り口信じました。入り口は踊らなくて大丈夫だったんですか。もう、全然もう今回はその本当笑いなしで、はい、はい、真剣にやらせていただこうと思います。はい、お願いします。はい、まあ、2回目なんでね、あの改めまして歌、ダンス、ビジュアルで書いてるんで、せっかくなんで歌を歌ってもらいたいと思います。かしこまりました。なんかマイク的な、いいですか。一応ちょっと気持ち入りたいなっていう。ありがとうございます、すいません。じゃ真剣に、じゃあちょっと早速ですから歌わせていきます。はい。タン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 、西タン、西西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 西タン、西タンタン、西タンタタンタン、西タン。ありがとうございます。タクシーの中で聴いたことがある楽曲ですね。はい、いやもう、はい、一番耳に残るかな。郷ひろめさんの最新曲。はい、そうです。なるほどです。西タン。はい。クリニックに行ってるわけではなく、ではないです。ではない。西さん。はい。はい。これあの歌、ダンス、ビジュアル全部チェックしてるんですけど、はい、今日はダンスはないですか。ダンスはまだちょっとそんな欲しがっていただいてありがたいです。はい、だからちょっとまだこれ、まだまだ僕の時間がもうこれあるんで、これ、はい、最後なるほどとなって、はい、終わっていただければなと。なるほどですね。はい、いろいろ準備されてるんですよね。はい。はい、なんか他にアピールポイントがあれば。いや、一応まあ2回も来させていただいてますので、前回と含めて場のこう空気を明るくするっていう、はい、ところを感じていただければなと、うん、はい、十分伝わってます。ありがとうございます、はい、じゃあ、今回はありがとうございました。合格不合格は追って連絡させていただきます。はい、かしこまりました。はい、マイクありがとうございます。すいません、ありがとうございました。真剣にご検討いただければなと思います。はい、ありがとうございました。あー、やるんですね、やっぱ下何もしてないんですね。細いなあ。あ、え、お、え、お、すごい。なるほど。悲しい声で歌いながら、いつしか海に流れ着いて、光ってる悪事を追いの dream of you
sweet dream, never do I still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. 前回同様されてる録音、リスナー観客全員を録音。いや、このスキルならばさながらゴルゴ13ぶち上げに来ました歌舞伎町夜の街。あーい。